手袋です。今日はですね、こいつを使っていこうと思ってますと。ドラゴンの長尺？長尺って読むの、これ。ドラゴンの長尺、オーグニクス。こいつ、速攻持ちで33で、速攻持ってるクリーチャー1体が攻撃するたびに、宝物トークンをタップで生成するよってやつなんですけど、まあ、なので、デッキ中はほぼ、速攻持ちクリーチャーですという感じになってます。強いて速攻、唯一速攻ついてないのはこの祝祭の出迎えぐらいですね。はい。で、まあ、赤は なんで赤のカード結構多いんですけど、フェニックスの雛4枚、で、電圧3枚、白の壊滅者4、3枚か。で、2マナ池は冥府3枚の、ニガニガシーサイカイ、エンチャントでこれ、1マナ池2で、全員速攻つけれるやつ。まあ、でも速攻つけれる必要があるのがこいつしかいないから、まあ別に入れなくてもいいんですけど、まあ1枚だけちょっと入れてますと。で、作業員の冗長、3マナで、4-2で、速攻持ちで、こいつが出たターンの時だけこいつ破壊不能を持ってるっていうね、やつ。で、ルベンバルトのキーですね。で、これも速攻4-4で、これ変身、7マナで変身させると、自分のコントロールしてるクリーチャーは全部速攻持ちになって、トランプルームを持っていちいち修正も受けるという感じになってますと。で、まあ最近よく見る瞬速構成の大隊ですね。これ5マナで速攻持ち3体出てくるんで、これ殴れば、オーグニクスと一緒に殴れば、まあ、4つぐらい宝物出るっていうね。で、まあ、そんな宝物出してどうすんのっていうのはあるんですけど、まあ、宝物いっぱい出した上で支部の壊滅者で、X すげえでかくして殴ってフィニッシュさせるか、まあ、この爆発的特異性で相手に10点バーン、バシーンってやって終わるか、みたいな。まあ、この爆発的特異性打てるような段階になってる時は、すでにもう、速攻でうまく殴れてれば10点以下とかにはなってると思うんで、はい。そんな感じでゲームを進められればなと思ってますと。はい。まあ赤単、まあ動き的には赤っぽいですけど、でもまあ、なんていうんですかね。まあ赤単とはちょっと一味違った、こう、なんか速攻殴りみたいな感じになってるとは思うんで、はい。ちょっとそのあたり注目してっていうか、赤単とはね、ちょっと違う動きで、ゲーム進められればなと思います。それでは対戦よろしくお願いします。微妙っすけど、いや、まあ先行はしやるか。3ターン目まで何も動けない。謎だよな、これ。4-2って、いや、頭4でタフネス2って珍しいよ、基本的に。ブロックするの。レディアナかな。シェル。と言って これは瞬速、あ、まだ出せないか。もう一回殴れたら9で出せるな、こいつを。シェウ しつこくシェウ。あー、でもこれ上から殴って勝ちか、ワンチャン。1、2、3、4、5、6。上から7で、あ、終わったね。X7。ほら。
見たか、これがオーグニックスの力だ。ああ、割と良かったっすね。いやー、さすがにマリガンかな。再開逆に入れとく？これ。いやー、でも電圧手元にはこう置いときたいな。ダメ、俺何も出てるところに珍しいな。脅迫。なんじゃそりゃみたいな感じですかね。あ、いけ。4人パンチ。そういうこと？え、そんなんもう全然いくよ。全然いくよ。ほら。これ結構、あれが悪いからね。コスパ悪いからな、ファンの支配は。ディミアだったんかーい。青残しでカーンの支配じゃない。でないと、死んじまうぜ。だったらもう、これ出して。これ出して。うわって。あれ。ソリンか。ああ、え、どう、無理じゃね。無理な気がするんだが。俺、あ、いけるか、耐えれるか。宝物。なんか、思いのほかサクッと勝ちましたね。これどうなんだろうな。こいつが こいつがすげえ仕事するな。作業員の上長。まあなんか本当はもうちょっととなんか除去されたり、ごちゃごちゃするかなって思って、で、あの、なんだっけ、祝祭の出迎えとかだっけとかも入れてるんですけど、なんか本当に単純に、そう、赤単じゃないけど速攻クリーチャーで殴ってそのまま終わるみたいな展開になっちゃいましたね。はい。まあちょっともうちょっとなんかこの宝物を生かした展開になればよかった。まあ、渋野解明者、1戦目はまあ、そっか。はい。なんで、まあ、オーグニクスね。たまになんか赤タンとかに入れてる人もいるけど、なんか使っても面白いかなと思いました。はい。というところで、また次回の動画でお会いできればと思います。さよなら。越えていけばいい。どんなハードルが、僕の行く手を塞いで